モンスターハンタートライジー、はい、今回も、続けて、はい、よろしくお願いします。俺も言わないと、ね、はい、よろしくお願いします。はい、今回も、続きやっていきます。今回もマルチプレイで、なんとかねメンバーを、継続させることができたので、なんとかプレイできている状態。あ、ゆうきさん、黄色左下。今回の任務じゃねえや、ミッションはね、リオレウス亜種2匹っていう、高難易度任務ってやつだな、をやっていくということで、あ、上にもいるね。でも、あれは、やるのかな、追っ始めんのかな、どうすんだろう。一人でやるとはちょっと考えにくいんけど。行く感じ？どうすんだ？ 2-2 で分かれるか、ちょっと。ただ、ちょっとペイント弾だけつけておこうかな。うわぁ、できちゃうかもな、一人で。まあ、前回の動画ね、見てる人は、多分説明してると思うけど、ハオマルさんっていう人はね、一人で今、行ってるんだけど、ハンターランク999っていうね、バケモンジみたいな内容なんで、まあ問題ないとは思うんだけどね。ああ、ちょっと属性解放切り、みんな気をつけろー。 OK。 あら、あれ、ちょっと待って、なんでだ。あ、意外。いや、てかね、俺ずっと上にいると思ってたんで、それは意外ね。まあね、ハンターランク、痛い。ハンターランク999とはいえね、ガンナーなので、やっぱ暗いすぎるとちょっと痛いって。で、しかも俺ね、ちょっと見たところね、裸だったような気がするんだよね。いいね、裸。裸っつったらもう、陶器伝とモンハンのね、二大シンボルである。うーら、当たれ。当たんない。惜しい。甘いわ。あ、たるがそんなもの。来る。なんかめっちゃ俺見てくんな。なんでだろう。ナイス。あー、しまった、切り上げやっちった。大丈夫だ。 OK。 あ、そうそうそう。でね、前回の、動画でね、ちらっと見あった通り、強っ、めちゃくちゃ強えな。グッジョブ。ね、前回の動画であった通りね、砕流の宝玉っていうね、ブラギウスのレアアイテムが手に入ったので、俺のね、アックスが、1段階強化しました。で、しかもあとグレン石4個手に入れるだけで、さらにもう1段階強くできるので、一気に楽になると。いやー、すごいよ。もう、だから今もしかしたら、俺ちょっとまあ、完全にうぬぼれかもしれないけど、俺、攻撃しててさ、なんか、俺強えな、みたいな。錯覚に陥ったんだよね。それで思い出したっていうね。よし、もう一匹、発見。青丸さんは素材に興味がないので、めちゃくちゃ早い行動が。言ってしまえば、こいつは俺にとっての上位みたいなもんだ。天輪とかちょっと欲しい。G級かな、そもそもこれって。G級ならば、頭と尻尾はちょっと切っときたいけど。ねえ。あ、頭はいったかな。まあでも多分、お、あ、頭いったか。尻尾切りてえな。ちょっと待って、見えない見えない。うい、よろら、切っとるわい。みんな切るんだーい。こけろ、こけろ。ナイス、オッケー、素晴らしい。剣ならば、剣モードならば、心眼がついてるぞ。届かねえぞ、
届いてないぞ全然。でもみんなでめちゃくちゃ尻尾切りを意識してるのでいけるかもな。ちょっと意識するだけでも変わるからね。あー死んだ。まあいいや、お疲れー。お疲れでした。氷に手に入った、さっき蹂躙重角ってことはやっぱ G 級だよ。G 級とは思えないほどのね、速さっていうことで。これはいい。こういうね、あのめちゃくちゃ強いメンバーがね、このオンラインで集まるとね、まあその日はね、素材がガッパガッパ手に入るからね。素晴らしい。はい、というわけで、ちょっと短いけど、今回はこれで終わりにしたいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またな。